プリシラディーンはアメリカ合衆国の女優である。フォートプラッシュ1921年3月号を表紙。1896年11月25日、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。両親は舞台俳優である。両親の舞台に子役として出演した後に、満14歳になる1910年頃、バイオグラフカンパニー等で一巻ものの短編映画に、 出演し始める。同社が制作し、1912年1月29日に公開された D.W. グリフィス監督、チャールズ・ヒル・メールズ主演の短編映画、A ブロッツ・オン・ザ・スカッチェンが最も古い出演記録である。各社を転々とし、1914年、フランスのエクレールの在アメリカ製作会社が制作したヘンリー・ルーゾンとの共演作在アレスアンザ・クルックで、 初主演を果たす。1916年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに入社、第1作は、パディ・マクガイアと共演、主演した短編映画を、ホーザ・ライフ・オブ・エイ・ファイヤーマンである。同社が同年設立した、子会社、ブルーバード映画では、1918年からの、悪霊、破壊のせい、第2の結婚に主演し、これらは日本でも公開された。 1920年1月10日、万25歳で俳優のウィーラー・オークマンと結婚する。1926年、ハリー・エス・ウェップのメトロポリタン・ピクチャーズに移籍している。最後の主演作は、1927年、オリバー・ハーデと共演したフレッド・ガイオル監督のスリッピング・ワイブスであった。トーキー以降は脇役に回り、1932年、 フィル・ローゼン監督のクロンダイクを最後に映画界を退いた。1987年9月に落下して、負傷、同年12月27日、ニュージャージー州バーゲン軍、レオニアで負傷により死去した。募書は不明である。すべて出演作である。ありがとうございます。